久しぶりだね。皆様こんにちは。ハースストーンの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうというところで見てください。ランク8という低たらくでございます。まあ、一応ですねランク5以内には入っているので海の巨人の財宝かなんかいただけるのかなというふうに思うんですが、まあ、スタンダードルールが実装されたタイミングでちょっとまあ面白そうなデッキを使っていたらですね、まあ、20連敗ぐらいしまして、ランク9のですね真ん中ぐらいまで落ちたんですが、まあ、そこからちょっとまたシャーマンとか使ってちょいちょい上がったんですがこの段階で終わってしまったと。まあ、今月はさすがにねレジェンド入れるように頑張りたいなというふうに思っているんですが、まあ、何はともあれ財宝をいただいていきましょう。お、あ、こっちか。ガシャコーンと、えい、いや、うわっと、でもゴアハウル、これは一応実践的なカードでエーペックですから、まあ、悪くはないのかなという感じ。そしてヨグサロンの掌握と、あ、握ってる握ってる、青春の握り拳って感じですね。そしてボーナスターが20個、トーレンオリアスターだとたたばということですよ。3勝それぐらいはします。では改めましてやっていきたいというふうに思っているんですけれどもですね、今回はランクマッチを2000ぐらいやってみたいと思っております。そのために使うデッキなんですがこちらでございます。最高プリですね。まあ、これはですね自分にとって思い出のデッキでして、ハースストーンを初めてやって最初の月ぐらい、そしてその次の月ぐらいまで結構使っていたデッキで、まあ、要はどんなデッキかというと、まあ、初心者の頃に対戦相手の方に試練ダッシュを使われたんですね。でこっちのデッキのカードを使われて負けたんですよ。それが本当に悲しくて、なんてことをするんだひどいと思った結果、僕も使おう、そういう結論になってしまったんですね。それがこの最高プリデッキです。どんなデッキのコンセプトかと言いますと、まあ、試練ダッシュとはじめとした、相手の方のカードをいただいて、そのカードで戦おうというデッキでございます。まあその急進のささやきというですね新しいカード群がゲットできたというところで、まあ、それらもちょっと交えてやっていこうというところですね。まあこれ完成形じゃないんですけれども、まあ、ちょっとね、こんな形で軽く組んでみて、おいおい手を加えていこうかなって感じなんですけれども、ちなみにこれマジキチオトロンが2枚入ってるのはまあ最高っぽいからですね。見た目がねマジキチだしね。でちょっとまあ自分なりの工夫としましては、前にもちょっと言ったかもしれないんですけれどもですね、この思念投資だけゴールデンカードにしてるんですね。これなんでかっていうと、思念投資がゴールデンだと相手の方からその思念投資でもらったカードもゴールデンになるんですよ。向こうのカードがゴールデンであろうがなかろうがですね。つまりどういうことかというと、自分の手札の中に相手からもらったカードがいっぱいになっちゃう時があるんですけども、その中で思念投資っていうのは相手のデッキじゃなくて相手の手札からカードを1枚もらうっていうカードですから、相手の手札の中に入ってるカードがなんか相手のカードが多すぎてどれだか分かんなくなっちゃう時がたまにあるんですよ。忘れちゃったりする時があって、でそういう時に一応このまあゴールデンであることでマーキングするみたいな、そんな形になってますね。だ一応その試練投資だけゴールデンするっていうのはあの一工夫だったりします。まあこれはお若い方なんかはね、あの脳みそがツルツルでしょうから、もうそういったことないでしょうけど、自分なんかもういいお年寄りでですね、トロトロですから忘れちゃうんですよね、他のことに集中してると。まあちょっとねこれで2000ぐらいやってみたいと思います。ただこのデッキの弱点としましては長い、そしてプレイングが何が正解かわからないってことですね。あと運要素も強いというか勝ち筋があんまりないですね。できればマインドゲームスでですね、まあ相手の方から強いミニオン、できればクトゥーンとかゾスとか強いだけじゃなくてキーカードみたいな、そんなカードをもらえると非常にしばしばいいのかなというところでございます。さあ相手の方はシャーマン、ここのところね猛威を振るっているというそんなお話のあるシャーマンですけれどもですね、まあこっちも猛威振るいますよ。このねあのミツゴン2を2枚積むっていうのはもしかしたらこの環境だとプリーストは結構大事なことなんじゃないかなと個人的には思ってますね。でなんでかっていうと34とか36とか26とか
25?26 かとかね、なんかちょっとあの体力の多いミニオンが多いんですよね。だそういうのはちょっと三つ子をうまく使わせていただこうかなっていう、まあそんな形ですね。まあ刺さらない相手も多いですけどね、なんかねクトゥーンの人たちはね攻撃力4のミニオンも結構いて、そういうのっていうのはもう埋葬するしかないんですよね。誰か怪我をしましたか？なかなか難しいところはあったりもしますというところですね。さあこれですね、シャーマンがですね、あの以前のなんて言うんでしょうね、直ちに、あれはウォーロックか、波にですねなんかこうデッキタイプが様々なものが多すぎてですね、最初のマリガンが非常に難しいですよね。あ、強っ、やられましたね。さあこれですよ、思念投資、よくあるんですよこれ。でもなかなか見たことないんじゃないですか、ゴールデンコインこのゴールデンコインってこの取り方以外あるのかな、ちょっと分かりませんけどもね。なかなかどうして迷惑ですね、ゴールデンコイン。さあ次のターンは移ろいのシェードを出して、まあ相手の方のミニオンと相打ちぐらい取れたらいいなというところですかね。でもねこいつなかなか弱いんですよね。うおーすごいな、あれカバルド欲しいですけどね。これはいわゆるトーテムデッキですね。となると強いトーテムが出てくるんじゃないかなというところではありますよ。ゴーゴーが出てきた時にこっちができることがないな。しかし持っていたらもうこのターンで出すんじゃないかな。今のところトーテムが2枚出てきてコストが4にまで落ちてますからね。さあどうなんでしょうか。しかしカバルでな、あのトーテムをゲットするのもなかなか嫌なものがありますね。じゃあ心変わりさせてあげて終わりですかね。影の狂気か、ワンチャンありますね。多分このカバルを取ってくるんじゃないかなと思われるですね。あ、どうなんだろう、ドローしに来るのかな、ちょっと分かりませんね。ドローしに来るんじゃない、ドローするやつを倒しに来るのか。なるほど、影の狂気が刺さらない、嫌な展開ですね。そうそう、やっぱりねこうなっちゃうときついですよね。ハンマー、すごいカードゲットしましたね。なるほど、展示会にようこそ。これ強いですね。でもねサイレンスがもしかしたら積まれてる可能性もあるんですよね。一生移ろっていく、そうすると反応が減りませんからね魚持ってきた、ゲーめんどくさ。次のターンドゥームハンマーでこじ開けていきますか。ドゥームハンでポンポンと倒してもいいですよね。多分ねまたシェードやられちゃうんですよ、何らかの方法で。予想ですけどもね。やっぱ1試合長いな、まだ中盤戦にも入ってないような気がしますね。なるほど、
影の狂気うまく使いたいですね。キワヨ、キワヨ。お電話だ。よいしょ、後で出ます。これでどうするかな。しばし倒して、まあまったりいきますか。ハンド差がだんだんついてきてますからね。しかしアジュアドレイクまでが遠いな。ただ相手の方ここは5コストですからね、ちょっとそこは厳しいのかなと。さてここで、まあ、このターンをうまくしのげれば一気に逆転できるような気がしますけどもね。魚持ってきた。こいつ強いよな。うわ、こうすると全体除去とか欲しくなりますけどもね。どうすっかな。倒して、ドゥームハンマーかな。光の力よ。なんかハンド差が開かないですね。なるほど。難しいですね。7コストか。呪術を使って移ろいのシェードかな。いや、ノブにしますか。そうっすね。光が守る。そうそう、それに触れてみ。光の力よ。これでできれば精神支配とかっていうところですかね。まあ埋葬もあるし。ドゥームハンマー2枚目いらないな。すげえいらない。てかドゥームハンマー握られたらどうしたらいいんでしょうね。かなり劣勢ですねこれね、体力差的に。さあ相手の方またしても5コストと。さてさて、しのぎたいな。苦しい展開続きますね。ただ相手の方のね、気分は害せてるのかなっていうね。熱くなってきたぞ。そこはありますよね。あら強い。どうしようかな。どうしようかな。77をゲットするじゃないですか。そうすると多分カエルかなんか使われるんですよね。ねえ、ちゃんちゃんとやって、いやダメっすねこれね。どうしようかな。火遊びして埋葬して1点ダメージ与えて、結構きついな。あともう焼きだけで負けちゃうかもしれませんね。そうそう、それに触れてね。私は戦います。9点与えることできるのかな。まあ余裕でできるか、ドゥームハンマーで。ドゥームハンマー祝うガチでもいけるし、ドゥームハンマーやって
焼きでもいいですし。熱くなってきたぞ。やめろ。まあ無理でしょうね。あれは避けられない宿命なんですよね。なるほど。どうしましょうかね。あんま解決にはなりませんね。光の力体は倒しておいて、まあ、回復は絶対しなくちゃダメか。残り5コストでトログ出して光の力よ殴って、こっちかな。我が反響は永劫にあり続ける。まあでも5点食らって残り6体力でしょ。無理ですよね。団結か死か、それとも両方か。まだ負けない。いいっすよドローは。いらない、らないんですけど。トンネルトログこんないっぱい、どうしよっかな。ダメだ、体力的に厳しいからいつまで経っても精神支配できませんね。あれを出して呪文がでも1個と見るしかないよな。難しいな。となるとこうして、こうして、で光の力よ、こうして、難しいな。まあでもこっちだよな、こっちだよな。どうすかな、回復。いや、ここはねマインドゲームっす。おお、まあ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 。光の力よ。入るよ。終わったよ。なるほどね、いろんなカード入ってますな。てか楽しい試合ですねこれね。トラグ最強。あ、強っ。厄介。まあもうやる気満々じゃないですか。どうしよう、参ったな。どうすりゃいいんだこれ。終わったのかな。展示会にようこそ。一応挑発持ちの方がいいですよね。もうダメっぽいですけど。悩ましいな。それで1体は倒してちゃんとちゃんといって、挑発持ちを出しても負けちゃうから、回復はする。ここをどうするかですよね。やってみよう。我らの何しろ人間の制圧を受けた。これこれもう絶対ダメでしょこれ。あえ、意味不明。あ、意味不明じゃないや、負けちゃった。あー悔しい、悔しい。使い道ないな、この2枚。どっかのタイミングでね、精神支配してもよかったのかもしれませんけれどもね。いやー難しいもんですわ。ネフェリアもね、はっきり言ってね、このデッキに相性良くないんですよ。なんだかっていうと、中盤までに盤面を制圧してることがあんまりないから。
ちょっと厳しいですよね。アンドウィン VS マルフィリオン。自然を守らねばならん。おねべりゃいなだ。光が勝利をもたらさんこと。おお全部いらないな、まあ、3ターン目マインドゲームスとかめっちゃ面白いですけどね。まあ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 。ダメの射を出しますか。誰か怪我をしましたか。野球を使ってもらってもそれはそれでっていう感じですからね。野球を使ってもらいたいぐらいありますね。なるほど。え、なにこれ。ただしこの動きをしてくるっていうのはもうあれしかないんですよね。あのファティーグ狙いデッキ以外ありえないんですよね。よく耳を澄ませ。いや参りましたね。よし、そう、まあ、いわゆる一つのクトゥーンドルイドですね。あら、しくじったな。あいつ倒すの無理じゃないかな。本当はやることないしな。 1,2,3,4,5,6,7,8。 わー、反応多くなりすぎちゃうな。終わったよ。そうなんですよ。このね、最高プリンの弱点として今回 の求心のささやきっていうやつからすごくなんかあのテーマデッキっていうのが増えたんで、ちょっと厳しいですよね。どうすっかな。目覚めは近いぞ。超苦しいですね。どうしよっかな。待ったな。このまま引き殺されそうですけどもね。お、ちょっと耐えてくれそう。どんだけクトゥーンデッキなんだよ。なぎ払いとか普通にちょうだいっさ。わ、焼かれるんだこれ。あなたがご主人。なるほど。めちゃきついですね。クトゥーン出されるまでもないって感じですね。クトゥーン、クトゥーン、ダメだ。アジアドレイクが倒せない。どこに見捨てられるであろう。どうしよう。光ってるだけ嘘ですからね。どうしよっかな。いや、伸びしようか。超苦しいっすよこれ。どうすりゃよかったんだろう。クトゥーンは我が。うるさい、クトゥーン、クトゥーン、クトゥーン。終わってんじゃんこれ。どうしよう。
生防戦一方ね、これで、クトゥーンでも終わりなんですよ。キレット、マジどうしたらいいんだろう。クトゥーンを引かないっていう読みもありますよね。30分の1ですからね。クトゥーン。攻撃は食らえないから、どうしようかな。まあでも回復でいいか。グランドトーナメントへようこそ、チャンピオン。いやー、でもクトゥーンの人たちのね、スタッツの高さやばいよな。魂の宴を始めよ。これね、全体状況みたいのが1枚でも来てくれたらワンチャンあるんですけどね。いや、きついか。支配技師して PC130 精神変電機作動開始。で、でかい方は倒した方がいいですよね。失格です。で、回復したいな。回復すると残り5だから、どうすっかな。いや、でも主戦に回ってたら負けちゃうのはさっきやった通りですからね。よし、頑張るぞ。クトゥーンだけは引かないでください、相手の方。もうネフェリアンとダメだ。精神試合が腐りすぎる。いや、でも抜くのはな。まあネフェリアン抜きますか。ネフェリアンちょっと代わりなんか刺します。盤面が取れないのに9コストは、しかも9コストって超無駄ですよね。9コストと10コストの差ってマジないですからね。あとやっぱクトゥーンデッキに弱いな。クトゥーンのパーツいっぱい手に入れてもな、クトゥーンいないからな、うん、タームレンクトゥーン1枚刺しときますかね。怪我さんとする者は誰だ。なるほど。これは、いや呪文がありゃな。くそ、いや呪文があればな、ワンチャンあったんだけどな。10コストの呪文しかないか。どうする、何をするべきか。いや、アジュアドレックはやばいな。どうするんだこれ。いや、もう気合でこれを取るしかないですね。暗くしよう。何者にも等しくしよう。希望は輝かしに過ぎない。で、うわー、体力さんどうすかな。精神支配でセナリウスを取るか。決断。まあでも回復だよな。よし、ちょっと生き返ったけど、いつでもクトゥーンの恐怖に怯えてますね。クトゥーン、クトゥーン、クトゥーン。おお、何もないんかい。なるほど、息を吹き返してきたぞ。ただクトゥーンが切ったらやられちゃうのは変わらないので、できる限りミニオンを並べておきたいですよね。で、回復もしておきたい。とりあえず回復マストですね。天使界にようこそ。で、弱い。こちらですか。
いやこれクトゥーン今18ぐらいでしたっけ、あんまりちゃんと見てなかったですけど、もう途中から負け格だと思ってたから。あ、それ俺の。お、でもしかし相手の方結構これ苦しそうですよ。おネフェリアンでしょ。いやダメだなネフェリアン使うとこないな。え、俺なんで40になるの、クトゥーンいないのに。え、クトゥーンいないのに40になるんだ。あれ、なんかこれちょっと今だけあるバグとかで効果が発動しなくても黄色く光っちゃうとかあったような気がするんだけど、気のせいかもしれません。これはいや、いつでもやられちゃうもんな。まだ押して、できるだけ並べなくちゃ。クトゥーンは我が影なのですよ。クトゥーンの影に怯える男。ネフェリアン使うとこないなマジ使うとこない。まだ引かれてないぞ。やべえ、クトゥーンだこれ違う、勝った、やったやったやったクトゥーン、クトゥーン、クトゥーン。マジ嬉しいですね。なんとかクトゥーン引かれなければ勝てるというところをお見せできたようで、何よりでございますまあちょっと引き続き使い続けていきます。ネフェリアンはちょっと考えておきます、何かに変えます。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。